指揮命令系統におけるアメリカ空軍の航空団、航空軍、飛行隊の基本構成1994年のフェアチャイルド空軍基地での B-52 機の墜落事故は1994年6月24日にアメリカ合衆国ワシントン州のフェアチャイルド空軍基地で発生したボーイング B-52 爆撃機の墜落事故。機長のアーサー、バド・ホランド中佐が 機体の運用限界を超えた操縦をしたため、制御不能となり失速墜落した。ホランド中佐他3名のアメリカ空軍の搭乗員が死亡する惨事となった。墜落の模様はビデオに記録され、世界中のニュース番組で繰り返し放映された。その後の事故調査では、墜落に至った一連の事象は主に、ホランド中佐の人柄と、そこを、ホランド中佐が関わった。 以前の事件に対する USAF 幹部の対応の遅れや不適切な対応を、事故機の最後の飛行中の一連の出来事という三つの要素に起因していると結論付けた。この墜落事故は軍事と民間双方の航空業界でクルーリソースマネジメント教育でケーススタディとして使用されている。またアメリカ軍では航空安全に関する訓練期間中にしばしば 安全規則遵守と安全手順に背いた者のへの強制の重要性の一例として扱われている。現地時間の1994年6月24日7時30分、フェアチャイルド空軍基地に配置された USAF の B-52H 爆撃機の搭乗員は航空省での展示飛行の準備を行っていた。搭乗員はパイロットのアーサー、バドホランド中佐、 マーク・マクギー・ハン中佐、ロバート・ウルフ大佐と、兵装士官、レーダー広報士のケンヒューストン中佐で構成されていた。ホランドが、この飛行での基調、マクギー・ハンが副操縦士、ウルフが安全監督官を任されていた。ホランドは、第92爆撃航空団の標準化、評価部門の責任者、マクギー・ハンは、第325爆撃飛行隊の指揮官、ウルフは、 第92爆撃航空団の副航空団長、ヒューストンは第325爆撃飛行隊の作戦士官であった。この飛行の演目計画は、抵抗度高すぎ、60度バンク旋回、急上昇、フェアチャイルド基地の23カ所走路でのタッチゴーと一体一元の軌道を盛り込むことを求めていた。この飛行は、ウルフの引退飛行でもあった。 これは引退する USAF の航空要員が最後の飛行の直後に飛行場で親戚、友人、同僚たちに出迎えられて水を浴びせかけられるという伝統的な慣習であった。このためにウルフの妻と多くの近しい友人たちがこの飛行の観覧と飛行後の記念行事への参加のために飛行場に来ていた。マクギハンの妻と二人の幼い息子は 近くにあるマクギーハンが居住する宿舎の裏庭から、この飛行を見ていた。コールサインザー52の B-52 機は13時58分に離陸し、ほぼすべての演目を終了していた。展示飛行の最終演目である23滑走路でのタッチゴーの実施を準備していた時に当該機は、着陸直後の KC-135 機が、 滑走路上にいたため着陸また行を指示された。約250フィートの対地高度を維持してホランドは、管制塔に無線で360度左旋回実施の許可を要請し、これはすぐに了承された。B-52 機は滑走路の中間地点あたりを視点として、管制塔を回る360度左旋回を始めた。塔のすぐ背後には飛行制限区域があり、 これは伝えられるところによれば、核兵器の貯蔵施設があるためであった。どうやら、飛行制限区域の高杉を避けるためにホランドは250フットギールという、低い高度のまま非常に深く急なバンク旋回で、飛行した。14時16分、360度旋回のおおよそ3、4まで来たところで機体のバンク角は90度を超え、急速に降下、送電線を切断して地面に激突。 爆発して4名の搭乗員は死亡した。服装重視のマクギー班は、射出座席に座っていたが、検守報告によると、激突の瞬間に不十分な射出が行われただけで、これには、マクギー班が、機外へ脱出したかどうかは述べられていない。ヒューストンも、射出座席に座っていたが、検守報告では、射出手順を開始していなかったと述べていた。ウルフも、 射出機能を持たない座席に座っていた。地上での負傷者は出なかった。墜落事故の安全調査委員会を率いた、オリミエル・ゴドシー米空軍巡哨 USAF は即座に空軍の安全主任担当官である、オリミエル・ゴドシー巡哨のもとに安全調査委員会を招集した。同委員会は1994年8月10日に墜落事故の調査報告書を発行した。 最終の事故評価報告書は1995年1月31日に発行された。USAF の調査報告書はアメリカ国防総省関係者のみに配布され、一般公開はされなかった。事故調査委員会は1995年にアフア110から14調査報告書と呼ばれる別の報告書を発行した。 USAF の調査報告書とは異なりアフは110から14調査報告書は一般公開用に発行されたものであった。アフは110から14調査報告書は実際の墜落までの過程、バドホランド機長の人柄と以前の素行、ホランド機長に対する空軍,軍幹部の監督と適切な対応の欠如、演目の計画と実施、その他の環境や人的要素といった墜落に至った。 いくつかの要素を指摘していた。事故調査は、事故機の B-52 が、完成塔周りの最後の旋回に入った時の、指示待機速度が182ノットであったことに気づいた。旋回を始めた後に、ホランド機長が、エンジン出力を増加させたが、当機のジェットエンジンは、スロットルレバーの動きに反応するまでに、最大8秒間を要するものであったため、 大気速度を維持するには遅すぎた。大気速度計が乗員4名全員の座席に備わっていたにもかかわらず、大気速度は減少するままに任され、激突の8秒前には、エアスは145ノットまで低下し、バンク角度は60度以上にまで増加していた。この時点で、ホランド機長かマクギーハン副操縦士が、右スポイラーを全開。 右方向打を当て、昇降打で機種上げ操作を行い、機体は旋回時失速に陥った。これは、旋回の影響で設計上の失速速度よバンク角度が60度かそれ以上だったため、この事故機の、その瞬間の失速速度は147ノットであった。それゆえに、イアスで145ノットで飛行する機体は、回復操作のための十分な高度もないままに失速し、 地面に激突した。旋回時失速の図解。飛行機を後ろあるいは前から見ている。急旋回時には遠心力と重力の合力に釣り合うように、より大きな揚力が必要となる。水平飛行時であれば、飛行速度の低下が失速を招くが、旋回中にはたとえ飛行速度を低下させず一定に保っていたとしても、揚力を増そうと迎え角を大きくしていき、 ある角度を超えた時点で、翼面上の流れが大きくはっし、揚力が急減する。事故調査委員会は、事故発生に多大なる影響を与えたバドホランドの人柄について指摘していた。アメリカ空軍の人事部は、ホランドにはしばしば飛行安全や、その他の規則を破る、勇猛果敢なパイロットであるという評判がルーうしていた、ことを証言した。 この規則破りには最低安全高度以下での飛行、制限角度を超えたバンクの実施、制限上昇率以上での上昇といったものが含まれていた。以前の事件は1991年にホランドが娘の出場するソフトボールの試合会場上空を b 5 2で飛行するというものであった。最初高度2500フィートギールでホランドは機体を65度のバンクに入れ、 円を描いた。ある目撃者は、この軌道の間に、機種は下がり続け、バンク角度は80度にまで増加した、飛行のことを、死の螺旋と評した。1000フィートの高度を失ったところでホランドは、機体の制御を取り戻すことができた。1991年5月19日に、フェアチャイルド空軍基地で開催された航空ショーで、ホランドは、 展示飛行を行う B-52 機の基調であった。ホランドの操縦する機体は、バンク角やピッチ角の限界を超えた飛行、航空省の観客の頭上の飛行、おそらく高度制限違反といった、いくつかの安全規則違反を犯した。基地と航空団の司令官である、アーン・ワインマン大佐がスタッフと共に、この展示飛行を見ていたが何の対処も取らなかったらしい。 1991年7月12日にフェアチャイルド空軍基地での第325爆撃飛行隊の指揮官交代式典中のフライオーバーをホランド操縦の B-52 が行った練習と本番のフライオーバーの双方でホランドの機は規定の最低高度を優に下回る高度100フィート以下を飛行し45度を超える急なバンク旋回を行い ピ、近く度の制限を超えて、ウイングオーバーまでやってのけた。ウイングオーバーは、明確に禁止されている軌道ではないが、機体に負担をかけるので推奨されてはいなかった。このフライオーバーを見た後はインマン大佐と、作戦副指機関であるジュリック大佐はホランドに、口頭で警告したが正式な処分はしなかった。通常の機種上げ姿勢で離陸する。 B-52H1992 年5月17日のフェアチャイルド空軍基地の航空ショーでホランドは再び展示飛行を行う B-52 機の機長を務めた。展示飛行の最中にホランドの機は再び数度の低空での45度を超える急なバンク旋回、60度を超えると思われる機種上げでの急上昇後にウィングオーバー軌道で締めるといった。 いくつかの安全規則違反を犯した。新しい航空団司令のマイケル・ジー・ルー・アツラ大佐は何の対処もしなかったらしい。一週間後に新しい副作戦指揮官のカポートスティ大佐は自身の判断でホランドに対しもしこれ以上の安全規則違反を犯すのであれば地上に降ろすと警告を申し渡した。しかし、大佐はホランドに対する警告を文書には残さず、 正式な処分らしきものは貸さなかった。ホランドは1993年4月14日と15日に太平洋のグアム近郊の爆撃演習場で行われた訓練に参加する2期編隊の編隊指揮官であった。この任務の間にホランドは時期を規則で定められた。距離以上に両機に接近させて飛行した。また広報紙に爆弾層から爆弾が投下される模様を 機内からビデオを撮影するように依頼して、再度規則違反を犯した。ホランドの広報誌はこのビデオを、フェアチャイルド空軍基地の3人の幹部に提出した。一人目の現在第325爆撃飛行隊の指揮官を務めるブロック中佐はこれに何の対処もせず、このビデオをブラックメールの材料として使い、広報誌に航空団の作戦予定管理職への移動を、 受け入れさせようとさえしたらしい。二人目の副作戦飛行軍指揮官、ハーパー中佐は広報誌にこの証拠品を隠蔽するように申し渡した。三人目の副作戦指揮官のこのビデオの報告を受けた時の第一声は分かった。俺はこのビデオについては何も知りたくない。俺の知ったことか。というものだったらしい。1993年8月8日の フェアチャイルド空軍基地の航空省で、ホランドはまたも展示飛行を行う b 5 2に木の基調であった。展示飛行の演目には、再度45度を超える急なバンク旋回、低空高すぎ、今度は80度を超える機種上げ姿勢での急上昇といったものが含まれていた。この上昇は、主翼燃料タンクの弁と穴から燃料が噴き出すほどに、急なものだった。 新しい航空団司令のジェームズ・ウェム・リチャーズ・ジュンーと、新しい副作戦指揮官ウィリアム・イーペルラン大佐は二人ともこの展示飛行を見ていたが、どちらも何の行動も起こさなかった。1994年3月10日、訓練用の軍需物資をヤキマ爆撃演習場に投下する模様を承認を受けたカメラマンが記録映像に収めるために、ホランドが短期の訓練飛行の機長を務めた。 この区域の最低飛行高度は500フィートギールであったが、この飛行中、ホランドの木がある両線の約30フィート上を高過ぎする姿が撮影された。身の危険を感じた撮影班は、撮影を中止し、ホランド機が再度地表すれすれをこう過ごしてきた時に避難したが、この時の両線と機体の開きはわずか3フィートほどであったと推測されている。ホランド機の副操縦士は、 死体が両線に突っ込まないように操縦桿を押さえており、その間に残り2名の搭乗員はホランドに向かって繰り返し上昇、上昇、と叫んでいた、と証言した。ホランドは笑いながら搭乗員の一人をめめしい奴と呼んでこれに応じた。アメリカ空軍の爆撃飛行隊の指揮官であるマクギー班は自分が同乗するとき以外は、 部下がホランドと共に飛行することを許可しなかった。飛行に同乗した搭乗員たちは、以後二度とホランドと共に飛行はしないことを決意し、このインシデントを爆撃飛行隊上層部に報告した。飛行隊指揮官のマクギーハン中佐はこれをペルランに報告し、ホランドを飛行任務から外すように進めた。ペルランはホランドと面談して、口頭で出席するとともに、 このような行為を繰り返さないように警告したが、ホランドを飛行任務から外すことは拒否した。ペルランはこの問題について記録することも上層部への報告もしなかったため、上層部はこの件を知らないままであった。その後マクギーハンは部下の搭乗員を守るために、以後の飛行でホランドが機長を務める場合は、自身が副操縦士として同乗することに決めた。この事件の後で、 ホランドとマクギー班の間には少なからぬ敵対心があったと示唆する証拠が残されている。1994年のフェアチャイルド空軍基地の航空ショーを準備している時にホランドが再び展示飛行を行う B-52 機の機長に任命された。1994年6月15日にホランドは新しい航空団長ウィリアム・ブルックス大佐に計画している展示飛行の 内容について説明を行った。ホランドの説明による展示飛行の演目には大バンク角旋回、低空ー過ぎ、急角度上昇を含む数々の規則違反が混ざっていた。ブルックス大佐はホランドに展示飛行中は45度以上のバンク角、25度以上の機種上げを行わないように命じた。6月17日の最初のリハーサルでホランドは 繰り返しこれらの命令に対する違反を犯したが、これを見ていたブルックス大佐は何の処置も取らなかった。ペルランはこの飛行でホランド機に同乗したが、ブルックス大佐に演目はホランドにぴったりだ。非常に安全なようだし、安全係数以内に十分収まっている。と報告した。次の6月24日の練習飛行は墜落で幕を閉じた。 ホランドが企画した展示飛行の演目には、フェアチャイルド空港管制塔周りの360度旋回が含まれていたが、それ以前の航空ショーでの展示飛行で、ホランドがこの軌道を試みたことはなかった。最後の飛行でホランドは、一連の60度バンク旋回や68度機種上げ上昇といった、ブルックス大佐の命令に反することを実施したが、マクギー・ハンやウルフが、この、 ホランドの軌道の実施に干渉しようとしたという証拠はない。6月17日の飛行が終了した段階では、もともとはペルランがこの展示飛行で飛ぶことが予定されていたが、6月24日の飛行に蒸気できなくなったために、ウルフが代替搭乗員に選ばれた。だが、この変更の通知があまりに急だったために、ウルフは、 飛行前のブリーフィングにも出席できず、蒸気したのもエンジンが始動した後であった。それゆえに、ウルフは予定される展示飛行の演目について知らなかった上に、離陸前に何らかの意義を唱える機会もなかった。事故機に登場していた4名全員が、事故当月には、わずかな時間しか飛行していなかった。失速に陥った場合の標準的な回復手順を取っていなかったことは、 この事故機の搭乗員たちが激突の寸前まで機体が失速していることに気づいていなかったらしいことを示している。事故調査報告書では適切な失速回復手順が取られていたとしてもおそらく地面に激突するのを避けられるほどの高度の余裕はなかったであろうと述べている。事故4日前の6月20日に情緒的な障害を持つ元、USA 会キングのディーン・メルバーグが フェアチャイルドの病院に侵入、銃を発砲して5名を殺害しそれより多くの人を負傷させた末に空軍警備隊員により殺されるという事件があった。この犯罪はこれ以後しばらくの間フェアチャイルドの住民にとって重大な動揺の種となっていた。事故調査委員会は墜落に至った一連の事象は主にホランドの人柄とそこをホランドが関わった。 以前の事件に対する USAF 幹部の対応の遅れや不適切な対応、事故機の最後の飛行中の一連の出来事と搭乗員の対応という要素に起因していると結論づけた。B-52 機を安全に運航する手順を遵守するようにという命令に対するホランドの無視と上級将校によるホランドに対する厳格で守備一貫した適切な対処の欠如が ホランドの最後の飛行での完成塔周りの低速で、台番区画の360度旋回に至る危険な操縦を許したと信じられた。ホランドの最後の飛行では、新たな演目の追加、ウルフ大佐を書いた不適切な飛行前、ブリーフィング、4日前の基地での銃撃事件による混乱といったその他の環境因子が、ホランドの安全を無視した危険な領域での操縦と相まって、 墜落を誘発するのに適した状況を生み出した。USAF の事故調査報告書によると最終的な要因は10ノットの風とこの風が地面に対して意図した飛行経路を飛ぶために要求する軌道に与えた影響であった。1995年5月19日に USAF の軍法会議でペルランは墜落にたらしめる要因の一つとなった。 職務怠慢と対処行動の欠如という二つの素因で、有罪を申し渡され、5ヶ月間給与から1500ドルの減給と文書による、開国という処分を受けた。USAF は、墜落に至る過程に関与したその他の士官たちが、いかなる管理上の懲罰処分が課せられたかどうかという、ことは発表しなかった。USAF の安全記録を批評する者は、この事故は、 USAF 内部の安全手順の強化に関連する問題の類型の一例であると述べた。事故調査でこの手の墜落事故の再発を防ぐための手続きや施策はすでにあるらしいということが分かったが、この事故が発生したという事実は少なくとも一つの実例として既存の安全施策とその実施が甚だ不適切であったことを示していた。どのような時でも、 既存の安全施策と安全手順に背いた者のへの強制の検事の重要性を再度力説して USAF は急いでこの事故調査で判明したことを軍務全般に渡って周知した。しかしこのような方策は16年後のほぼ同じような状況下での事故の再発を防ぐことができなかった。2010年のアラスカでの C-17 機の墜落事故では アラスカ州のエルメンドルフ空軍基地で航空省の展示飛行の訓練を実施していた機体が離陸後間もなく墜落した。現在ではこのフェアチャイルド基地での墜落事故は軍民双方の航空業界でクルーリーソースマネジメント教育における訓練教材として安全規則遵守の重要性を示す事例として扱われている。ウィキメディアコモンズには1994年の フェアチャイルド空軍基地での B-52 機の墜落事故に関するメディアがあります。ありがとうございます。